神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えします日本三大七夕祭りの一つとして知られる第70回湘南平塚七夕祭りが8日幕を開けました新型コロナウイルス感染症の影響で3年ぶりの開催で七夕一色に染まる湘南の夏の風物詩が復活しました 露天営業を取りやめ県外来場者の自粛を求めるなど異例の形式ですが竹飾りが彩る会場は初日から多くの来場者でにぎわいました8日午後横浜市鶴見区の JR 鶴見線浅野駅の線路内にヤギ2頭が進入しました駅に入ってきた電車が緊急停車し一時的に運行ができない事態になりました 浅野駅に隣接する入船公園の担当者によるとヤギ2頭は公園で放し飼いにされていて金網を破って線路内に侵入したと見られますアメリカ海軍横須賀基地の司令官交代式が8日開かれましたリッチ・ジャレット大佐に代わりレス・ソボル大佐が新司令官に就任しました 2年近く、新型コロナウイルス対策に奮闘してきたジャレット大佐は、同僚や海上自衛隊、自治体などに任務を最高のものにしてくれたと感謝しました。